手品師豊島義夫。1、昔ペルシャの国にハムーチャという手品師がいました。妻も子もない独り者で、村や町を巡り歩いて広場に毛布を敷き、その上でいろんな手品を使い、いくらかのお金をもらってその日その日を暮らしていました。赤と白とのだんだらの服をつけ、三角の帽子をかぶって、12本のナイフを両手で使い分けたり、逆立ちして両足で金のまりを手玉に取ったり、鼻の上に長い棒を立ててその上で皿回しをしたり、飛び上がりながらくるくるととんぼ返りをしたり、その他いろいろな面白い芸をしましたので、あたりに立ち並んでる見物人からたくさんのお金が毛布の上に投げられました。けれどもハムーチャはそのお金で酒ばかり飲んでいましたので、いつもひどく貧乏でした。ああ、いつになったらお金がたまることだろうと探索しながらも、ありったけのお金を酒の代にしてしまいました。雨が降って手品ができないと水ばかり飲んでいました。そしてだんだん世の中がつまらなくなりました。ある日の夕方、ハムーチャは長い街道を歩き疲れて、ぼんやり道端にかがみ込みました。すると遠くから来たらしい一人の旅人が通りかかりました。旅人はハムーチャの様子をじろじろ見ていましたが、不意に立ち止まって尋ねました。お前さんは奇妙ななりをしているが、一体何をする人かね。私ですか、とハムーチャは答えました。私は手品師ですよ。ほほう、どんな手品を使うか一つ見せてもらいたいものだね。そこでハムーチャはいくらかの金をもらって、早速得意な手品を使ってみせました。なるほど、と旅人は言いました。お前さんはなかなか器用だ。だが私はお前さんよりもっと不思議な手品を使う人の話を聞いたことがある。世界にただ一人きりという世にも不思議な手品師だ。へえ、どんな手品師ですか。そこで旅人はその人のことを話して聞かせました。それは手品師というよりもむしろ立派な坊さんで、禅の火の神オルムーズドに仕えてるマージでした。長い間の修行をして、ついに火の神オルムーズドからもどんなものでも煙にしてしまう術を授かりました。何でも北の方の山奥に住んでいて、そこへ行くには闇の森や火の砂漠やいろんな怪物が住んでる洞穴など恐ろしいところを通らなければならないそうです。そのマージの不思議な術を見ようと思って幾人もの人が出かけましたが、一人として向こうに行き着いたものはないそうです。本当ですか、とハムーチャは尋ねました。本当だとも、私は確かな人から聞いたのだ、と旅人は言いました。だがお前さんにはとてもそのマージのところまで行けやしない。それよりか自分の手品の術をせいぜい磨きなさるがよい。そして旅人は言ってしまいました。ハムーチャは後に一人残ってじっと考え込みました。こんな手品なんか使っていたって一生つまらなく終わるだけのものだ。それよりはいっそその不思議なマージを訪ねて行ってみよう。途中で死んだって構うものか。もし運よく向こうへ行けて、どんなものでも煙にしてしまうという術を授かったら、それこそ素敵だ。世間のものはどんなにびっくりするだろう。ハムーチャは命がけの決心をしました。マージを訪ねて北へ北へと行きました。途中でも村や町で手品を使って
もらったお金を旅費にして酒もあまり飲まないことにいたしました。2北の方へ進むに従ってマージの噂は次第に高くなってきました。けれどマージがどこに住んでいるかは誰も知っている者がいませんでした。でもハムーチャは一生懸命でした。いくつきもかかってまっすぐに北の方へ指して旅を続けました。野を越え山を越えて進みました。しまいには人里遠く離れた深山に迷い込んでしまいました。それでもハムーチャは後に引き返しませんでした。木や草の実を食ったり谷川の水を飲んだりして進んで行きました。獅子の森や独蛇の谷や鷲の山やいろんな恐ろしいところを通り抜けました。次には闇の森が控えていました。鼻をつままれてもわからないほど真っ暗な森でした。次には怪物の洞穴がありました。見ただけでもゾッとするような恐ろしい怪物がいくつも洞穴の中にうなっていました。次には火の砂漠がありました。広々とした砂漠に一面に火が燃え立っていました。ハムーチャは目をつぶって一生懸命に駆け抜けました。火の砂漠を駆け抜けた時にはもう目がくらみ息が詰まって地面に倒れたまま気を失ってしまいました。しばらく経つと、ハムーチャ、ハムーチャと呼ぶような声がしましたので、彼ははっと目を開きました。見れば、白木造りのささやかな家の中に自分は寝ているのでした。枕元には一人の気高い人が座っていました。真っ白な服装をし、頭に白布を巻いた、年のほどはわからない人でした。ハムーチャが目を開いたのを見て、静かに微笑んで言いました。ハムーチャ、わしはお前が来ることを知って迎えてあげたのだ。今までに幾人となくわしを訪ねて来かかったものはあるが、皆途中で引き返してしまった。それなのにお前は、たとえ命がけとはいえ、よくもこれまでやってきた。ハムーチャは起き上がって、頭を床にすりつけながら言いました。ああ、マージ様、どんなものをも煙にしてしまうというマージ様は、あなたでございましょう。どうか、私にその術をお授けくださいませ。授けてもよいが、それには、7年間苦しい修行をしなければならないぞ。はい、7年でも10年でも一生の間でもどんな苦しい修行もいたします。そしてハムーチャは7年間マージのもとで修行することになりました。それがまた一通りの修行ではありませんでした。水一杯飲まないで一週間も座り続けていたり、谷川の水に終日首まで浸かっていたり、重い荷を背負って山道を上がり下がりしたり、難しい書物を何千回も写し直したり、一月の間も無言でいたり、いろんな辛いことがありました。そして四重祭壇に燃える火を絶やしてはいけませんでした。ハムーチャは何度か力を落としましたが、その度ごとに思い諦めて、ともかく7年間の修行を終えました。そしてどんなものでも煙にするという火の神の術を授かりました。その上、元来が手品師ですから、その煙をいろんなものの形にするという工夫をしました。ハムーチャがいろいよ世の中へ戻ってゆくというとき、マージは彼へよく言い聞かせました。
物を煙にするこの術は禅の火の神オルムーズドから授かったのだから、すべて生きてるものや役に立つものを決して煙にしようとしてはいけない。オルムーズドから世の中に使わされたのだと心得ていなければならない。もしよからぬ心を起こすと、お前の術は悪の火のアーリマンのものとなって自分を滅ぼすようなことになる。承知いたしました、とハムーチャは答えました。3。そこでハムーチャは再び火の砂漠や闇の森や怪物の洞穴などを通り越して人間の住んでいる方へ出てきました。そして様子を伺ってみると、もう7年も経った後のことでしたし、誰もマージのもとへ行き着いたものもありませんでしたから、マージの噂は嘘だとして消えてしまっていました。今にみんなをびっくりさせてやる、とハムーチャは一人微笑みました。ある町々へ行くと、ちょうどお祭りの日でした。ハムーチャは人だかりのしてる広場に新しい毛布を広げて、まず普通の手品を使ってみせました。それから大声で言いました。さてこれから世にも不思議な術を見せてあげまするぞ。これは火の神オルムーズドから授かった術で、どんなものをも煙にしてしまって、その煙でいろいろなものの形を表すという天下にまたとない妙術ですぞ。さあさあ、不要なものがあったら持っておいで。この場で煙にしてご覧に入れる。そこで見物人の一人が古い帽子を差し出しました。ハムーチャは受け取って、もう破れこけて役に立たないことを見定めると、それを毛布の上に置き、自分はそのそばにしゃかがんで胸に両手を組み合わせ、口に何か唱えました。と不思議にも、その古帽子がふーっと煙になって、その煙がまた大きな鳥の形になって空高く飛び去ってしまいました。あまりの不思議さに人々はあっけに取られました。次には夢中になって喝采しました。そしてお金が雨のように投げられました。ハムーチャは得意になって、なおいろんなものを煙にしてみせました。それからはハムーチャの噂がパッと四方に広がりました。ハムーチャの行く先々でもうその地方の人々が待ち構えていました。中にはぜひ私どもの町へ来てくれと馬車を迎えによこすものさえありました。しかしハムーチャは馬車なんかには乗らずに、例の赤と白とのだんだらの服をつけ、三角の帽子をかぶってテクテク歩いて行きました。懐にはたくさんのお金がたまっていました。いくら酒を飲んだりごちそうを食べたりしても、なかなか使い切れませんでした。そしてハムーチャは町々をめぐって、ある大きな都に差し掛かりました。都の人たちは今にハムーチャが来るとて大騒ぎをしました。いよいよハムーチャがやってくると、都の一番にぎやかな広場に案内しました。広場にはもう立派な毛布が敷き詰められ、不要な品々が山のように積まれ、四方には桟敷ができていて、ぎっしり人だかりがしていました。ハムーチャは少しびっくりしましたが、やがてようようと場所の真ん中に進み出ました。四方から雷のような拍手が起こりました。4。ハムーチャはまずナイフを使い分けたり、足で金の鞠を手玉に取ったりして、
普通の手品をやりました。それが済むといよいよ煙の術にかかりました。ところがあまりいろんな品物が積まれていますので、どれから先にしてよいかわからずにしばらく考えてみました。そしてふと思いついて、みんな一緒に煙にしてしまおうと決めました。例の通りそこにかがんで胸に両手を組み合わせ、口に何やら唱えますと、まあどうでしょう、山のように積まれてる品物が一度にどっと煙になって、その煙がまた様々な花となって空一面に広がりました。あまりの見事さに辺りの人々はやんやと囃し立てました。やがて煙の花が消え、狂うような喝采が静まると、人々は少し不満足に思いました。いろんなものを一つずつ煙にしてもらうつもりだったのが一度で済んでしまったからです。もっと何か煙にしてください、この金入れでもいいから。そう言って一人の者が大きな革の財布を差し出しました。いや、いけないとハムーチャは答えました。これは悪の火の神アーリマンの術ではなくて、善の火の神オルムーズドの術だから、役に立たない不要なものしか煙にはなせないのだ。すると他の一人が言いました。ここに敷き詰めてる毛布をみなあなたにあげよう。そうすればあなたのその小さな毛布は不要になるでしょうから、それを煙にしてください。なるほどとハムーチャはちょっと考えてから答えました。この立派な毛布をもらえば、私の小さな毛布はもういらなくなるわけだ。そこで彼は自分の毛布を煙にしてみせました。煙は青々とした野原の形となって空高く消えて行きました。すると今度はある人が立派な靴を持ち出しました。この立派な靴をあなたにあげよう。そうすればあなたのその破れた靴は不要になるでしょうから、それを煙にしてください。なるほどとハムーチャはちょっと考えてから答えました。この立派な靴をもらえば、私の破れ靴はもういらなくなるわけだ。そこで彼は自分の靴を煙にしてみせました。煙は大きな馬の蹄の形となって空高く消えて行きました。都の人々はそれでもまだ承知しませんでした。あまりの不思議さにもうみんな夢中になっていました。鳥の羽のついた立派な帽子を持ち出すものがありました。宝石のついた見事な服を持ち出すものがありました。ラクダのこの胸毛で折ったシャツを持ち出すものがありました。そしてハムーチャは前と同じように身につけているものをみな煙にしてしまいました。三角の帽子はハゲタカの形の煙となって消えました。赤と白のダンダラの服は大蛇の形の煙となって消えました。汚れた麻のシャツはナメクジの形の煙となって消えました。ハムーチャは真っ裸となって立派な衣装の重ねてあるそばに立っていました。そこへ15、6歳の娘が一人、肩から胸まであらわにして飛び出しました。金色の髪がふさふさと肩に垂れ、海のように青い目をし、バラ色の頬をして、肌は大理石のように滑らかで真っ白でした。娘は言いました。私はこの体をあなたにあげましょう。そうすれば、あなたの年取ったシワだらけの体は不要になるでしょうから、それを煙にしてみせてください。なるほどとハムーチャはしばらく考えてから答えました。あなたの美しい体をもらえば、私の汚い体はもういらなくなるわけだ。そこで彼は胸に両手を合わせ、口に何やら唱えました。すると彼の体はふーっと煙になってしまい、その煙が
真っ黒な雲となって空高く消え失せました。人々は我を忘れて喝采しました。ところがハムーチャはいつまでたっても戻ってきませんでした。戻ってくるはずはありません。自分が煙となって消え失せてしまったのですもの。何もかもそれでおしまいになりました。